午前7時半、行橋市の泉小学校です。おはようございます。お願いします。6年生の学級担任の教諭が出勤してきました。はい、授業の準備とかがあったりして早く来ないとちょっと子供に迷惑かけちゃうんで。おはようございます。おはようございます。教員にとって児童が登校するまでが貴重な時間です。これがないと間に合わないですね。いつでも間に合わせます。一方、職員室には保護者からの電話がひっきりなしにかかってきます。あ、そうですね、分かりました。お大事になさってください。はい、おはようございます。8時35分までに廊下に並んで体育館に出発しましょう。この日は6年生を送る会という大切な行事の準備が行われていました。急いで職員室に向かう赤星教諭。授業の合間も一息つく暇がありません。普段は中休みとか手が空いている時に終わらせます。間に合わなかったら昼休みです。中休みに入った別の教室でも学級担任が業務に追われていました。計算ドリルは、計算ドリル出した。計算ドリル出しました。チェックします。この子たちのために頑張ろうって思えるから、私そんなに仕事がきついなって感じたりはしません。大変だけど。校内の行事では裏方の仕事も教員が担います。休み時間も合ってないようなもんです。ない、全くないです。全くない。次の日の準備とかはなかなか時間を確保するのが大変。一方、授業が終わった2年生の教室では給食の準備に大忙し。いただきます。担任の福留教諭も急いで給食を書き込みます。勝負なのでこの時間が早く食べ終わって、次の連絡帳を書いたりとか丸付けをしたりとかして、少しの時間も無駄にしないように急いで食べています。食べ終わるとすぐ掃除が始まりました。休む暇はないですね。もう4時間目から給食掃除とバタバタ時間が過ぎていきます。昼休みに入りましたが、職員室にいる人はまばらです。仕事でいないです。みんな教室で丸付けをしたりとか。一方、別の席ではお金の管理をしている教員もいました。ちゃんとお金が入って正しく入っているかとかチェックしたりするのも、やっぱり休み時間とか放課後の作業になってしまうので、その時間子どもと関われたらなと思います。児童が帰った後も教員の仕事は続きます。もしもし、福留です。まだちょっと晴れが引いてないようですので、ちょっとお家で様子を見られてください。病院に行かないといけないような怪我はすぐに伝えるようにはしています。福留教諭は小学校の時のクラス担任に憧れてこの仕事を目指しました。毎日楽しいしやりがいはすごく感じるんですけど、やはり大変さも感じています。特に今子育てをしながら働いているので、業務量が多い教員にとって仕事と子育ての両立は簡単ではありません。5時に帰らせていただいているので、その時間内ではちょっと終わらないんですよね、お仕事が。その終わらなかったお仕事を、自分の子供が寝た後とかに夜にしたりとかですね、しているので。何
全然残ってます。あのお家に持って帰ってやります。お疲れ様でした。学校も定時退校日を設けて負担を減らそうと宿泊していますが、現場の対応だけでは限界があります。結局先生方が家に持って帰りしているような現状ですので、なかなか難しいですね。ただ先生たちには子どものノートをしっかり見てあげたいとか、日記をしっかり見てあげたいという思いが、どうしてもその思いがありますので。人手不足も深刻です。昨年度は必要な講師が見つからず、教員が一人足りていない状態で始まりました。子どもたちの前で特に担任の先生がこう疲れた状態で立つっていうことだけはなくしていきたいというか、あのそういう状態にならないようにしたい。そのために我々がどんなことができるかということで考えているんですけど、難しいですね。午後6時、6年生の教室には黙々と作業する赤星教諭の姿がありました。いや、終わらなかったですね。また金曜日にやって早めに来てっていう、またその繰り返しですかね。目まぐるしい教員の一日、その過酷な現場は児童の成長を願う教員たちの熱意で成り立っています。